養女神器見ましたか？何を？少佐です。そりゃ俺たちの隊長だからな。見てねえとケツ蹴り上げられちまう。そうでなくてライフルです。ライフル？少佐がライフルを持たれていたんです。ライフルくらい持つだろう。でももともと少佐ってライフルを持たない人なんですよ。ん？なぜ小隊長はライフルを常に携帯されないのでしょうか？え？小隊長はいつも攻撃に術式を使われています。でもライフルによる術式弾なら魔力消費も少なくて済むと思うのですが。小隊長殿？私は機関らと魔力の運用効率が違う。ケースバイケースだがな。この程度の戦闘ならライフルに頼るほどではないということだよ。はあ。ってそうだとしたらこれは大事だぞ。というと？わからねえのか。お恥ずかしながら全く。そんな少佐がライフルを常に携帯しだした。わかったか？ライフルに頼らざるを得ない大規模な戦闘が近々ある。そういうことだ。てかこの間の戦闘も大概でしたよね。ああ大概大概だった。あれ以上ってどんなレベルなんだよ。もうこれ以上激しい戦闘なんて勘弁願いたいです。それ少佐の前で言ってこいよ。注意たちが一緒に言っていただけるのでしたら。言えねえ。言えるわけねえ。命のかかる戦争より恐ろしいなんて我々の親分は本当に恐ろしいな。まったくだ。楽しそうだな。少佐、次の戦場は一体どれだけ地獄なんですか？我々も覚悟していますよ。まあいつも通りだ。機関らはいつものように地獄を楽しんで生き延びればよいだけだ。ではいつものように地獄を楽しむとしますか。普通に体型の問題なんだけどな。普通のサイズのライフルだと大きすぎて。まあ戦闘に緊張感を持つことは悪いことではない。これはこれでよしとするか。その後大規模戦闘があるという噂が大体に広まって、真っ青な顔をしたバイスが飛んできたのは言うまでもないのだが。